こんばんは、ジェイドサトクリフです。この動画は依頼された LINE スタンプを作っていく動画です。では今回も始めていきましょう。はい、では続きをやっていきましょう。前回はこれでしたね。そうで40個目もなんとか描いて、テキストをひたすら打っていきました。長かった。それのザクッとしたやつをやっていこうと思ってるんですけれども、よいしょ。これを VTR というか、録画にするっていうのがね、結構大変でした。大変でしたっていうか、今やってるんですけど、大変な模様です。はい、消しました。これね、ファイルが山ほどある。ファイルとかフォルダが山ほどあるんで、順番に見していくというのがちょっとめんどくさい。では最初。一番最初。懐かしいですね。これです。1ヶ月ほど前に書いたんかな。動画的にはそうですよね。これのテキストが、おはようです。はい。普通ですね。これといって、変わり映えもなくやっていきます。で、次はこれですね。待て。普通ですね。はい。では続いては、これ。ちなみにこのガラガラガラは手書きで入れました。これは、準備中。はい、普通です。普通です。ずーっと普通です。よいしょ。これに至ってはもうテキストなしです。なしの方がいいかなと思って。で、次ですね。これ。これは、はい。普通ですね。で、次は、これ。これですね。やっと、変わり種が出てきましたが、はい。捕獲。普通です。まあ、多分ね、このままずっと普通な感じで、続いてはいくんですけど、これですね。これは、ちょっと、もうキラーンですね。それと一応ね、こんなのも入れてみました。何かに使えればいいかなと思っております。よいしょ。次、これですね。今回はこれです。もう諦めろと。まるで、アニメか何かで出てきそうなセリフですけど、日常的に使わないんでね、こんな言葉。これですね。これももう、テレビ番組をメインで考えました。この声が出せないんですよ。今一瞬言おうかなと思ったんですけど、出せないです。効果音があれば入れておきます。はい、こんな感じですね。はい、わかんないですけど、どのタイミングで喋っていいか全くわかんないですけど、はい、テンション高めですね、今日。なんか、達成感があるんで。これは、顔文字だけです。はい、もうひたすらマウス、消すの忘れた。はい、これですね。これは確か、これはもう何もなしです。よいしょ。これ、一番はね、これを作りたかったんですよ。この方の口癖なんで、なんじゃいと。口悪いですよね。これが口癖って。最初聞いた時にびっくりしましたからね。でも、こんな、電話来ないかな的な、こう、なんていうんですかね。ガーリーな部分も持ち合わせてるというか。はい。でも、まあ、日頃はこんな感じで、お疲れって言ってはるんですけどね。サクサクと進んでいきましょう。まだ15個ですね。これですね。これに関しては、手書きです。ピンクのとこに書いてたんや。これはちょっとまずいかな。よいしょ。こっちでいいや。はい。はい。修正もできたということで。これですね。これはね、ちょっと考えました。なんかサイズをちっちゃくしたっていうのもあるんですけど。はい、これです。このスタンプ来たらちょっとうざいかなと思って。別に。いいねんけど、別にいいねんで、別に。気にしてないし、よくわからないから。
別に全く気になってないしみたいな文章で打てる。これねリジェクト食らうんちゃうかなちょっと思ってるんですけど、テキストの方が多いんで、まあ通ればいいかなと。はい、これはサンキューですね。軽い感じです。あのがっつりありがとうございますという気持ちがこもってないパターンですね。これはあの助けてを、この声も出せないんですけど、助けてを全部濁点で言うパターンですね。あのたもすもけもても全部濁音で表現できるっていうことに感激しました。すごいなと思って。これですね、これは、はい、寝てます。でそれに引き続いて、これですね。これはもう反対に、はい、寝れないと。まあ、こんな感じなのかなと。で、よいしょ。今度はこれですね。そう、看板のイエス・ノーです。今回ね、手書きにしてみました。ちょっとその方が味があるかなと。売ったんですよ、一回。打ったんですけど、なんかちょっとカクカクしいというか、かしこまりすぎてる感があるんで、簡単にイエスとノーで、もう自分のペンでね、いつものペンで書きました。はい、それで了解です。これもあれですね、深く考えていない了解ですですね。まあ深く考えてない方って言うと怒られますね。ごめん。これも手書きにしました。なんかいまいちね、テキストやとうまいことを表現できなかったんで、これはね、テキストなしです。もうこのまま行こうかなと思っております。次ですよ、問題は。これはどうかと。これが一番ネックなんですよね。なんか、自分の中で納得いかないスタンプなんですけど、僕的には、なんか微妙かなと思いつつ、まあ入れようと。はい、これは点点点ですね。はい、だいぶ来ましたね。長いことやったな。これもね、適してるかどうしようか迷ったんですけど、はい、もうとかプンプンとか、こう女の子らしいパターンで入れてみました。よいしょ、次これですね。はい、暇だお、暇そうですね。お忙しい方なんですけどね、多分ですよ。はい、もうこれに関しては、お肉だ、これしかなかったです。お肉大好きです、確か。あ、はい、こっからですね、喜怒哀楽シリーズなんですけども、まあ銅から作ったっていうのもあって、銅のパターンがこれです。手書きの筆使いですね。そういうペンがあるんで使ってます。で、愛ですね。道と愛から作るところがまあ僕らしいのかなと思いつつ。はい、これは泣いてるんですけども、木です。喜んでます。泣くほど喜ぶパターンですね。で、楽。楽しい。楽しんでいただきましょう。何をか全くわかんないですけれども。はい、これはね、もう見たまんま運転中です。はい。で、これはもうテキストなしです。言葉にならない時のパターンですね。ほい。ズルズルとか、このピッピッっていうのは後で付け足しましたけど、これは、急いでますよ。はい。急いでますよ。っていう感じです。で、真剣に急ぐときはこっちを使うパターンで、急ぎます、はい、急いでくださいねっていう感じですよね。これで39個、長かった、39作んの。1ヶ月以上かかってるかな。はい、2ヶ月はかかってないですけどね、だいぶ疲れましたが、40個目のテキストはこれです。待ってるのに早く来て、はい、どんなスタンプかは、ここでね、値打ちこいても仕方ないんですけども、ぜひ見ていただきたいので、はい、
今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もお楽しみください。今回作成したスタンプや以前に作成したスタンプの URL は下の概要欄に貼っておきます。そちらもチェックしていただけると嬉しいです。最後にチャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。